君の脳に直接届く妄想のプライムです。さあ、進化前たちの夜、続きをやっていきましょう。ということで、前回ね、スパイ編クリアしまして、次新しい編をやっていきます。また分岐までスキップします。はい。というわけでね、ここにまた来たんですけども、今回もタダでいきます。神様冒涜スタイルで。タダでいいだろう。僕は辺りをキョロキョロと見回し、誰もいないことを確かめると、お金を払うことなく赤い布を一枚手に取った。手頃な高さの枝を探して、というわけで、これもね、右手を伸ばしていきます。まあ、本来は左手を伸ばさなきゃいけないんですけど、右手でやって、バチ当たりな動きをすると。ふざけて右手を伸ばした。さすがは利き手。片手とはいえ、右手で布を結びつけるのは思ったより簡単だった。しかし、ということはこの神社では左利きの方が恋愛が成就しやすいということになる。不公平な話だ。そう口には出してみたものの、本気でそう思ったわけではない。そもそもこんなおまじない。鼻から当てにしてない。100円で恋が叶うなんて安すぎる。払ってないけど。みんな正直に払ってんのかな。僕は古ぼけた木箱に手をかけた。意外と重い。よっこらせと傾けると、ジェランと音がする。言ってもそんな入ってる音じゃないですよね。なんか、ジャジャジャって、ザッみたいな音だったらね、めっちゃ入ってるって思うけど。へぇ。特に鍵などはかかっていない。僕は。というわけでね、ここね、初めて選ぶ、さすがにやらなかったこの木箱の蓋に手をかけたを選んでいきます。僕は木箱の蓋に手をかけた。あっさりと開いた。不用心だな。こんなに？驚いたことに、公開外に千円札や一万円札もある。みんなそれだけ自分の声に真剣なのだ。ひーふーみー。数えてみると、お札だけで5万はあった。大量の100円玉も合わせると、一体どれくらいになるだろう。そんな入ってんだね。よくわからないが、とにかく大金だ。僕は辺りを見回した。僕を乗せてきたタクシー以外、人の姿はない。そのタクシーもシートを倒して寝ているのか、運転手の姿は見えない。お札だけなら簡単に盗めそうだ。僕は、さっと札を集めた。あ、お札を集めた。自制して蓋を閉じた。はい、というわけでここはね、お札を集めていきましょう。もう、金にがめつい。僕はさっと札を集め、急いでポケットに押し込んだ。やった儲けやだお札盗んでやった儲けってガッツポーズ取る人。ガッツポーズを取る。突然、あたりにドラムロールが響き当たった。え？なんだこれは。周りには何もない。頭の中で鳴ってるのか、幻聴か。それにしても妙にリアルだ。やがてドラムロールは頂点に達し、シンバルの音がバーンとなった。ビンゴーという声が聞こえた。同時に風が吹いた。僕ね、この辺なんか10年前にやった時も覚えてたんですけど、10年前にやってたのを覚えてたんですけど、このビンゴーがの印象が強すぎて、どんな話だったか一切覚えてないんですよね。逆に楽しみですよね。木の枝とともに、網にぶら下がった、綱にぶら下がった赤い布が目の前で大きく揺らめいた。大量の赤い布のランプは気持ちをとても不安にさせる。空間が歪んで見える。めまいがする。足元がふらつく。ああ、倒れそうだ。理由はわからないが、ここはとても嫌な場所だ。僕は逃げるようにその場を後にした。タクシーに乗り込み、運転手に、お待たせしましたと声をかけた。え？なんだこの声は。自分の声が変わっていた。こんな声じゃないはずなのに。ええ、僕は咳をしてみた。また声変わりか、そんなことより早く立ち去りたい。もう咳してみようか。ええ、ごほ。なんとか咳をしてみる。特に痰が絡んでいるとかそういうわけではない。不審に思ったのか、運転手もうさんくさそうに僕を見た。まあそうだよね。ブラウニーさんでいいんですよね、メンションの。はい。僕がうなずくと、運転手はアクセルを踏んだ。どんな声になってるんですかね。タクシーに揺られながら軽く咳をしたり、と低く声を出してみたりした。最初は変に思ったが、だんだん違和感がなくなってきた。大丈夫なんだ。さっき神社でめまいがしたから、それで感覚がおかしくなったのかもしれない。10分もしたら、もう気にならなくなっていた。外の景色を眺めながら、旅の目的を思い出す。僕は昔から作家志望だった。しかし、どうにもうまくいかない。書けないわけじゃない。書くのは好きだから、いくらでも書ける。出来も悪くない。もちろんまだまだ努力は必要だが、センスはあると思ってる。では何がうまくいかないのか。賞に応募しても受賞しないとか。いや、それも違う。というより、それ以前の話だ。では何か。
原稿が消えてしまうのだ。消えると言っても謎めいた話ではない。電車の中に原稿を置き忘れるとか、パソコンが壊れてデータが丸ごとなくなるとか、そういった現実的なことだ。不注意なだけじゃないのか、そう言われるかもしれない。しかし一度や二度ならともかく、7回も原稿がダメになったとしたらどうだろう。僕は今まで長編小説を7本書いた。そのうちの一つ、着メロ占い殺人事件は携帯を使って書いた小説だ。これは完成した直後、トイレに携帯ごと落としてダメになった。うわぁ。もし発表できてたら、携帯小説のブームに乗れたかもしれない。が、そんな夢は便所の中へゴボゴボと消えていった。その次に書いた、横綱ヴァンパイアはかなり本気だった。相撲界と裏社会との関係を縦軸に、吸血とちゃんこの関係を横軸に据えた社会派ホラーだ。いやもう発想がすごいな。スポーツものの上にボーイズラブもあり、ヤクザもモンスターも出てくる。娯楽対策でありながら純文学。芥川賞と、直木賞じゃないんだね。直本賞のダブル受賞になるはずだった。しかし原稿を電車に置き忘れてさようなら。データが消えたのは、九段の闘牛士、第三次世界大戦勃発の2作。九段の闘牛士は高校の時に書いた。いわば主従作だ。予言と闘牛を前面に出し、環境問題がテーマだった。第三次世界大戦勃発は、コメディタッチの近未来戦争ものだ。結構幅広いですね。隠語の応酬による情報錯乱が爆笑を誘うはずだった。2作とも自信作だったが、パソコンのクラッシュとともにパー。新宿オネエ物語は空き巣にパソコンごと盗まれた。部屋の鍵もかけておいたのに。次に日常を淡々と書いたのが、夏至は暑い、冬至は寒いの連作。これがダメになったのも嘘みたいに不運な理由だ。完成直後にほとんど同じ内容の小説が有名作家の手によって発売されたのだ。それも信じられないくらいにそっくりだった。しかし有名作家が僕の小説を盗むわけがない。僕は泣く泣く諦めた。携帯をトイレに落としたり、原稿を電車でなくしたり、確かに不注意なところもある。しかし、他の例は不運としか言いようがない。パソコンの故障など、バックアップを取っていたのに、それすらダメになっていた。これを不運と言わずに、何を不運と言おうか。原稿がなければ、賞の応募も発表もしようがない。そんな状態がもう何年も続いているのだ。学生、フリーターと身分は違えど、昼は小説、夜はバイト、という生活は変わらない。しかしもういい加減にしたかった。大学を出てもう3年。ちゃんと結果を出したい。だから今度こそ最後まできっちり書き終える。僕はそう固く誓ったのだ。そのためにはバイトの合間ではなく、まとまった時間が欲しかった。なのでまず貯金をした。執筆旅行のためのお金だ。芥川龍之介も太宰治も、文豪はみんな旅先の宿で執筆した。イメージがある。だから僕もそのための資金を作ったのだ。タイムリミットは1週間。それでダメだったら作家の道は諦める。これがラストチャンス。つまり背水の陣なのだ。ふと気づくと、ミラー越しに運転手が僕のことを見つめていた。なんだか珍獣でも見るような目つきで。やばい。僕は妄想の世界に入り込みすぎる癖があった。いつの間にか力が入りすぎて変な顔をしていたに違いない。ええ、照れ隠しに済まして窓のストーを見た。B、見てんじゃねえよ、とどなった。し、僕の顔なんか変ですかと聞いてみた。多分ですけど、このビンゴ編はちょっと、ギャグ的なね、話だと思うんで、ちょっと変わった選択肢も選んでみようかなと思うので、見てんじゃねえよ、となってみようと思います。B、見てんじゃねえよ。僕はどなった。ところが運転手は何も言わない。そりゃそうだ。だって、僕の妄想だもの。なんだ心の中で怒鳴っただけなのだ。ああ、妄想が全て現実になってくれれば、おそらく素晴らしい人生が待ってるに違いない。しかしそうもいかない。せめて小説という形で妄想を消化するのだ。だから頑張って書かないと。そうこうしているうちに目的のペンションに着いた。タクシー料金を払うとき、運転手が僕の顔をちらちら見ているような気がした。いや、気のせいだろう。運転手はお釣りをくれると、ドアを開けてくれた。お忘れ物にご注意を。ペンションブラウニーは、思ったよりも綺麗だった。ここで一週間、執筆に専念するのかと思うと、身が引き締まる。寒い。標高が高いせいか、かなり冷える。
ぐずぐずしてると風邪をひきそうだ。早く中へ入ろうと一歩進んだ時、ビュー、背中から前に向かって突風が吹いた。風にあおられ、右耳のあたりから何か赤いものが飛び出した。一瞬血かと思った。僕の血が風に舞っているのかと思ったのだ。しかしそんなことはありえない。どこも怪我はしてない。その赤いものはペンションの屋根の上に舞い上がり、建物の向こう側へと消えた。一体何なのかわからないまま。いらっしゃいませ。ようこそブラウニーへ。ペンションに入ると、几帳面な挨拶が迎えてくれた。黒縁メガネに中肉中背の中年の男の人だ。ネットで予約した坂巻ですが、僕がそう言うと、その人はオーナーの鵜飼だと名乗り、キーを渡してくれた。坂巻様のお部屋は203号室。廊下の突き当たりの階段を上って、左手3つ目でございます。その言葉が言い終わるのと同時に、カウベルの音がした。うわぁ、暖かい。お、振り返ると、大量の荷物を抱えたカップルが立っていた。彫りの深いイケメンと、ボーイッシュな女性だ。男の方は30代半ばだろうか。かなりいい体格をしている。女の人は僕と同い年ぐらいに見える。ようやく人心地つけそうだな。男がそう言うと、女は頬を膨らませた。何言ってんの？ここまで運転してきたのは私なんだからね。マサヤさん、後ろでグーグー寝てただけじゃない。仕方ないだろう。俺免許持ってないんだからさ。長時間の運転で肩が凝っちゃった。ねえ、後でマッサージしてくれる？しょうがないな。結構やかましいカップルだ。執筆の邪魔にならなければいいが。僕はそんな心配をしながらその場を離れた。廊下の突き当たりに浴衣姿の老人が立っていた。あれもしかしてでもこれさ、坂巻くんとね、京香ちゃんは知り合いじゃない設定なのかな今回。ね。老人といっても背筋もしっかり伸びていて、生やしたひげもダンディーだ。浴衣よりモーニングが似合いそうな老紳士といった風情だ。歳を取るとどうもトイレが近くなって困る。これでもう3回目だよ。初対面でいきなりトイレの回数を話題にされ、僕は少し戸惑った。テレビの天気予報では、今晩あたり大雪が降るかもしれないって話していたよ。道理で寒いはずだ。そうですね。驚いたが、このあたりじゃ珍しくないそうだ。すでに初雪は5日前に降ったらしいしね。へえ、山の天気は変わりやすいって言うからな。ええ。このペンション、乳白色の天然温泉が名物でね。特に露天風呂が気持ちいいんだよ。で、吹雪になる前に、一風呂を浴びておこうとかと思って。そうですか。困った。正直どうでもいい会話だ。どう終わらせたものか。ええ、もう少しだけ我慢してみよう。勇気を出して止めてみよう。我慢してみよう。もう少しだけ我慢しよう。この前行った温泉は草津でね。いやー、あれは良かったよ。行ったことあるかい草津温泉。いえ。草津良いとこ一度はおいで、あ、どっこいしょ。今度は歌が始まった。しかも手拍子付きだ。しょうがない。僕も合わせて手を叩いた。お湯の中にも氷や花が咲くよ、ちょいなちょいな。歌が終わった。老人はにやりと微笑むと。忘れシャンスな草津の道を、俺これ知らないな。2番を歌い始めた。2番とかあるんだ。へえ、もう我慢できない。B、最後まで付き合おう。うん。最後まで付き合おう。南屋様に氷や、西知らねえよ、ちょいなちょいな。ちょいなってどういう意味なんだろうね。2番が終わった。朝の湯煙、夕べの湯もや。あ、どっこいしょ。草津は湯の町、氷や夢の町よ、ちょいなちょいな。でも冷静考えてさ、その普通にさ、急に来て世間話し始めたおっちゃんがいきなりこんなめちゃめちゃ2番までフルコーラスで歌い始めるのめちゃめちゃ面白いですね。朝番が終わった。もうそろそろか？お医者様でも草津の湯でもあ、どっこいしょ。まだあった。これが4番か。惚れた病は氷や治せぬ、治りゃせぬよ、ちょいなちょいな。4番が終わった。まだか。草津良いとこ里への土産、あ、どっこいしょ。袖に湯花の氷や香りが残るよ、ちょいなちょいな。5番が終わった。まだなのか。積もる思いと草津の雪はまだあるよ。あ、どっこいしょ。溶ける後から氷や花が咲くよ、ちょいなちょいな。6番が終わった。やっとこれで終わりのようだ。いや、最後まで聞いたのは君が初めてさ。何の試しなのこれは。暇な人だね。老人にそう言われ、思わず首を絞めそうになった時、女性の声がした。
あなた?見ると、老人の背後に金髪の女性が立っていた。明らかに西洋人の顔立ちだ。ああ、どうしたね。あなたと呼ばれた老人士は何気なく返事をする。その二人の間合いから、もしかしたら夫婦なのかもしれないと思った。お風呂、まだみたいですよ。女性が壁の張り紙を刺す。なんだ、がっかりだな。せっかく温まろうと思ったのにな。ねえ、がっかりだね。いえ、僕は別に。このペンションは乳白色の天然温泉が有名で、ボケてるじゃん。はちゃめちゃにボケてますね。特に露天風呂がいいから、雪の前に温まっておこうかと思ったんだよ。老人氏はさっきと同じ話を繰り返す。山の天気は変わりやすいのにな。すでに初雪は5日前に降ったらしいよ。はあ。年を取るとトイレが近くなってね、もう3回は行ったよ。なのに風呂がまだとは、まあこんなところにいてもしょうがない。暖炉の方にでも行こうか。そう言って僕の肩を叩く。金髪女性も僕に笑顔を向ける。なんだか同行すべしという無言の圧力を感じる。ええ、旅は道連れだ。僕はついていった。笑ってごまかした。もう勘弁してください。僕は泣き言で、もうこうなったら最後まで行こう。旅は道連れです。僕はついていった。暖炉を囲んで、いつの間にか自己紹介が始まった。僕は自分のことをどこまで正直に打ち明けたものかと少し悩んだ末、売れないライターという線で折り合いをつけた。おじさまと金髪女性、神林龍之介さんとローズさんは思った通り夫婦だった。聞けばこのペンションには昔からよく来るとのこと。それからしばらく二人の昔話のような、のろけ話のような話に付き合っていたが、ある時突然ローズさんの顔つきが変わった。あら、あなた。え？ローズさんは僕の顔とその周辺に視線を走らせる。しばらくチラチラと見回していたが、すっと視線を僕の正面に戻し、真剣な表情でこう言った。失礼ですが、あなた。はい。大切なものをなくしましたね。え？それもとても大切なものです。なんだろう。ええ、小説の原稿のことだろうか。うわ、B し見えないパターンのやつだ、これ。B に行こう。はい。お金だろうか。C、夢？夢あるよ。まあでも夢にしか選べないのもね。夢？僕は夢をなくしたのか。そうかもしれない。東京砂漠で心が乾き、オイラの人生はすり減っちまったんだ。え？オイラ？たった一つの心の拠り所だったちっぽけな夢すら失ったんだ。オイラの儚い希望は、無情な現実の前ではいつだって無力な屍さ。運命の歯車は逆回転しないんだ。ところで、僕の夢ってなんだっけ？そうだ、小説家だ。小説家になるためにこの旅行に来たんだ。なんだ、全然なくしてないよ、夢。なくしたのは夢じゃなくて小説の原稿だよ。あ、それか？原稿？ローズさんが言った。あなたの将来に関わるものです。やっぱりそうだ。原稿のことだ。いやー、いきなりですまないね。神林さんが割り込んできた。妻はなんというか、その、第六感というか、そういう神秘的な力があってね。君に何かを感じたんだよ。ローズさんは、ちょっといいですかと言うと、僕の顔の前に右手をかざし、目をつぶった。眉間にシワが寄る。強い、強い力があなたに近づいてきてます。強い力ですか？何かしら、ちょっと待ってください。確かめます。そう言うと、ローズさんは全身に力を入れ始めた。眉間のシワがますます深くなる。しばらくの間ブルブルと震えていたが、やがてふっと力を抜いた。ダメです。正体はわかりません。隠れている。覆われています。ここでローズさんは大きく息を吸ったかと思うと。オカルトです。ひぃ。突然の大声に僕は腰が抜けそうになった。うん。気をつけた方がいいです。とても強い力が近づいています。それっていいことですか？それとも。わかりません。わかるのは強い力だということだけです。隠れている。覆われています。そしてそれは、オカルトです。ひぃ。どうもこの人の叫び声は心臓に悪い。オカルトって説明つかないだろ。オカルトっていう最後の説明。それにしても困った。どう考えていいかわからない。僕が戸惑っていると、ローズさんは親切そうに笑いかけてきた。ここで会ったのも何かの縁です。このペンションにいる間、もしも何か気になることがあったら、遠慮なく私に相談してください。いいですか？でもオカルトですしか言わないんですよね。はい。妻には不思議なその霊的な力があってね。きっと君何かを感じたんだよ。
岩林さんがまた同じ発言を繰り返す。めっちゃ怖いね、これね。めちゃめちゃ怖いですね、この同じことをいっぱい言う人と急になんかオカルトですとか叫ぶ人と。どうもこれはこの人の癖らしい。うー、寒い。岩林さんはブルッと震えて肩をすぼめた。やっぱり浴衣だけだと寒いな。すまないね、私たちは部屋に戻るよ。あ、はい。二人はそそくさと2階へ上がっていった。僕はすぐには立ち去らず、しばらく考え込んでいた。ローズさんの言葉が気になったのだ。僕は元来、至って現実的な人間だった。占いとか霊とか、そういった類のものは全く信じていない。占いは一種の話術に過ぎないと思っていた。人の悩みなど数は知れている。世間話をしながら、それとなく会話を続ければ、相手の悩み事を推測するのはそれほど難しくはないだろう。今のローズさんの言葉も同じだ。大切なものをなくしたかと言われたら、誰でも何かが当てはまる。財布かもしれないし、出世のチャンスかもしれない。だからあまり気にする必要はない。そう思うのだが。ふと床に薪が重ねてあり、その横にねじった紙玉が2、3個転がっているのに気づいた。点火の時に使う焚き付けだろう。A、僕は焚き付けの紙を床からつまみ上げた。B、僕は焚き付けの紙を床からつまみ上げなかった。まあ、つまみ上げてみましょうか。僕は焚き付けの紙を床からつまみ上げた。あれ？紙にはマス目がプリントされていた。もしやと思ってほぐしてみると。原稿用紙だった。しかもマス目に書かれた文字は。これは僕の書いた原稿だ。その時、軍配が動いた。八旗より残った。横綱、騎馬王が高花野の回しを取った。十分引きつけて、高花野ってめっちゃ言いづらいな。首筋に牙を立てる。そして、凄まじい勢いで血を吸い上げる。スー、数秒後。ぐはー。血の気のない高花野が土俵に膝をついた。騎馬王。行司が高らかに騎馬王の勝利を告げた。観客席から歓声が上がる。歓声に応じてブーイングの声も飛んでくる。紙吹雪が舞う。座布団が舞う。一升瓶が舞う。薄れゆく意識の中、高花野は思った。これは反則だ。こんな取り組みが許されていいわけがない。金にまみれた連中がのさばり、腐敗しきった各角界に、もはや希望はないのか。各界かな。光を。各界に光を。そうだ、光だ。今こそ光り輝く白日の友に、のもとに、奴らを引きずり出してやらねばならぬのだ。高花野は最後の力を振り絞って立ち上がった。これは、この原稿は横綱ヴァンパイア。字汚いな。俺が言うのもあれですけど。紛れもなく僕の書いた。そして電車の中でなくした原稿だ。でも、どうして？本当ですね。この原稿を書いたのは大学1年。かれこれ7年前だ。なくしたのは東京の JR 常磐線。北千住から柏へ行く電車の網棚の上だった。当時僕は JR に何度も問い合わせの電話をした。小説の原稿なんか拾っても他人には何の価値もない。だから絶対に見つかると思ったのだ。しかし散々探しても見つからなかった。それがなんでこんな遠野のペンションに。やけに電車の場所具体的なのはなんでなんでしょうね。僕はフロントに行くと、カウンターの奥に向かって声を張り上げた。すいません。はいはい。オーナーの鵜飼さんが出てくる。何でしょうか。これ、僕は原稿の束を突き出した。そこの暖炉のところにあったんですが。ああ、焚き付けですね。火をつけるときに使うんですよ。ええ、それはわかります。聞きたいのはですね。ええ、この原稿がどうしてここにあるかということなんです。これは誰が書いたかです。面白かったかどうか。いや、この原稿がどうしてここにあるかですよね、気になるのは。この原稿がどうしてここにあるかということなんです。え、ちょっと見せてください。向井さんは原稿を手に取ると、ちらっと見て。ああ、これか。これは以前来られたお客さんが捨てていったんです。捨てていった？いつだったかな？向井さんは遠い目をした。もう6年以上前になるかな。お客さんがお帰りになったんで、部屋を掃除しに行ったんです。そしたら、ゴミ箱の中に、紙の束が捨ててあったんですよ。そのまま捨てようと思ったんですが、何か書いてるじゃないですか。興味が湧きましてね。読んでから捨てるかと思って取っといたんです。でも、ここで鵜飼さんは少し間を置いた。僕の顔を見て、眉間をキュッと寄せ。
そういうのって読まないんですよね。芝居がかった動きで見ていてイラッとする気がついたらもう何年も経ってて、でたまたまこの前古新聞が切れてることに気づきましてね。あ、焚き付けどうしようって。その時この原稿のことを思い出してもういいかなって。あの、その時のお客さんのこと覚えてますか？まあ覚えているといえば覚えてますね。かなり変わった人だったんで。どんな人です？僕は聞いた。 A、 男ですか女ですか。 B、 若い人、それとも 年配の。 C、 外見が変わってるんですか、それとも中身が。まあ C かな。変わった人って言ってるからね。 C、 外見が変わってるんですか、それとも中身が。外見か。服装が派手とか。いや、そういう印象はなかったですね。じゃあ性格とか振る舞いとか。いや、そこまで長く話をしてないので性格までは振る舞いもこれといって。じゃあ何が変わった人って思ったんだよそもそもあまり目立つ人じゃなかったんで。目立たないのに覚えてるんですか。そうなんです。それもまた不思議で、いまいちうかいさんの言うことが理解できないはい、というところなんですが、一旦この後説明が来るのかな。すごいなんか変な世界に迷い込んじゃった感がすごいですね。怖いですね、なんかね。怖さと面白さと両方ある感じですが、どんな着地するのか次回もお楽しみにしていただけたらと思います。というわけで、プライムが喋ってました。また次回お会いしましょう。バイバイ。